疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。これで来てくれよ。ありがとう、オリム。やっほー、ミコのお姉さん、久しぶりだね。遠路はるばる、地霊殿へようこそ。あんたは、悟りのペットの…名前は確か、火炎病リンだったかしら。長い名前は好きじゃないんだ。あたいのことは、気軽に、オリン。呼んでよ。わかったわ。よろしくね、オリン。うん、ゆっくりしていってね。まあ、来たくて来たわけじゃないんだけど、せっかくだから一息つかせてもらうわ。私の名前は覚えていなかったの。なんでオリンの名前はすぐに出てきたのかしら。しかもなんだか和やかな雰囲気だし、消せない。そうだ、悟り様、実は一つ報告したいことが。何かあったのですか？あたいとお空が管理している灼熱地獄跡が異変の影響を受けてかなり不安定になっているみたいなんです。何かしらの被害が出るのは時間の問題かもしれません。なんとか安定させることはできないのですか？あたい一人じゃどうにも。一人？そういえばお空の姿が見えませんね。あの子はどこですか？
それが異変が起きる前に出かけたっきり帰ってきてないんです。何よそれ、行方不明ってこと？はぁ、心配だにゃん。どうやら思っていたよりも事態はずっと深刻みたいね。ええ、状況は最悪です。一刻も早く異変を解決しなければなりません。ナトリ様。大丈夫ですよ、オリン。私たちには異変解決のスペシャリストである白霊の巫女がついています。ですからオリンは私たちがいつ帰ってきてもいいように出迎えの準備をしておいてくださいね。はい、わかりました。いや、あんまり期待されても困るんだけど。お姉さん。何よ。あたいは足手まといになるからお姉さんと一緒に行くことはできないけど、その代わりいっぱいいっぱい応援してるからね。オリン、任せておきなさい。必ずやあなたの期待に応えてみせるわ。私とオリンとでは随分と対応が違うように。消せない、本当に消せないわ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。ようこそ、タンザブヤ。いらっしゃい。
品はな。毎度あり。また来てくれよ。ようこそタンザブヤへ。また来てくれよ。ようこそタンザブヤへ。その品はな。毎度あり。また来てくれよ。陰陽丹。ようこそタンザブヤへ。無心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。くらいなさい。はい。やめなさい。いつまでここにいる気なのよ。くらいなさい。やっ。いつまでここにいる気なのよ。無心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。はい。いつまでここにいる気なのよ。はい。いただきます。
いつまでここにいる気なのよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。くらいなさい。これで気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。慣れないことをしたせいで体調を崩してしまった。やめなさい。
心の中で心配してくれているようですが、私が問題ありませんね。一息つきましょうか。いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。